が潮祭館三島店。ここね、ともちゃんが働いてます。あ、2人お買い物してますね。地元のね、お野菜とか、まあお土産とかもね、買えちゃいます。椎茸有名ですね、津島。椎茸、お野菜も新鮮ですね。すごい、魚多分これ安いんじゃないですか。なんだろう、団子か。それ美味しいらしい。これともちゃん、ともちゃん、これの食べ方は千団子。これは千団子ってどうやって食べるんだ。ぬるま湯で溶かして。ぬるま湯で溶かすんだって。ほら、こう団子。福島で有名な六兵衛ってあるんですよ。あ、六兵衛さっき言ったやん。それになるんですけど、金具がないと、それ専用のするあれがないと作れない。じゃこれは団子じゃなくって。太鼓発見。分かりにくいとこにありますね。これは元の小さい。1974年に廃校しました。今日は対馬の心強い助っ人隊員がいますから。ここでもすごいなんか古くていい感じ。なんかこっちもなんか学校の、これっぽい、はい、ここがね、有名な渡積神社ですね。これ水ってここまで来るんですか。いや、もう力の程度までは来るんじゃない。へえ、満潮。本当だね。お参り先してきますか。なんか未来のお願い事でも少ないね。前来た時はね、ここ韓国のね、あのバスとか出てて、なんかそうそう、4つあるんですかね。 5まである。5あるのかな、鳥居がね。はい、対馬烏帽子岳です。今日はね、天気いいから景色めちゃくちゃいいです。まあ何回か来たんですけど、今どこにいるかっていうと、今ここ、はい、ちょっと真ん中ぐらいですね。ここ、まだまだ上。そうです。ただこう戻って、今日のお昼ご飯は対馬の小金アナゴです。対馬ね、アナゴ有名ですからね、きっと美味しいでしょうね。ランチタイム。いただきます。いただきます。はい、お昼はですね、アナゴですね。みんなそれぞれ今日メニューが違うんだけど、天ぷらと白焼き、せいろ、かば焼き、煮穴子、煮穴子でしたか。すごいよ、あれ、天ぷら丸ごと一匹、めっちゃ大きいし。そう、白焼きだって。うん、すいません。これも食べてください。はい、うちの赤社長から食べて。あら、社長ありがとうございます。赤社長ですね。いいな、ビデオばっかり。ありがとうございます。はい、胃袋、はい、レバーにこれ、アナゴですよね。すごい、これアナゴのね、お刺身だって。すごいね、胃袋とかもついてるよ。お刺身ね、醤油も美味しいけど、はい、この塩で、これは対馬の赤島のところで作られた、元フレンチのシェフが作った塩。へ、はい、少し穴子の上にこの、ちょこっと乗っけてね。見てください。はい、
醤油を食べたら、醤油でも、うん、もちろん美味しいけど、はい、醤油の味が買ってしまいますよね。あ、なるほどね。これだったらもう、対馬の海の味と、はい、わー、すごい、美味しそう。皮も美味しいし、肝も。はい、へぇ、はい、見つけました。対馬市立南小学校。これ、旧校舎ですね。1970年くらいに、廃校じゃないね、建て替えだね、建て替え。あのこの先にあの南小学校あります。でも綺麗だね、やっぱコンクリートだからそんなに口感がないね。うん、ここは何だったんですかね、庭というか池か。うーん、はい、対馬はですね、九州北方の玄海灘にある長崎県に属する島です。面積は日本で第10位。対馬って本当に長い島ですよ。島内人口は3万470人。対馬の他に6つの有人島と102の無人島で成り立っていて、それを全部まとめて対馬列島と呼びます。地理的に朝鮮半島に近いため、古くからユラシア大陸と日本列島の分布が往来し、日本にとっては大陸との文化的そして経済的交流の窓口でもありました。韓国人も多いのでハングル表記がすごく目につきますね。街中はほとんどハングルが上に書いてあります。日本の海釣りの名所としてもね、有名ですから、釣りに来るのもね、おすすめです。福岡からは飛行機、そしてジェットホイール、フェリーが出ています。飛行機だとね、ほんと35分で着いちゃうんで、あっという間ですよ。はい、木坂小学校廃校見つけました。校舎っていうかね、校舎はねもうないんですけど、あのこれ体育館ね、そして校門ですね、校門。あ、こっちに1個隠れてるね。うん、あとね、給食室が残ってるらしい。これ相当古いよ。ちょっと行ってみよう。はい、うわーすごいね、ここテレビがある。あ、レトテレ、レトテレー。てか、ここ相当古いよ、多分ね。相当古い。早めに廃校になった件が建て替えてないの。はい、これね、対馬のね、母屋っています。なんか中にね、いろんなあの海産物とかをね、保管するんだって。あ、なんかすごい映画みたい。あ、すごいすごいすごい、すごい。あ、もうね、風がすごくて今絶対に飛行機に転がってないって島から飛んだいます。なんか映画の強風でね、人も本当誰も来てないし、歩いてもないし。なんかね、こういう空気感がいいね、ここ。対馬の大仙さんで、反対向ける、じゃーん、対馬のともちゃんとうちの排除排除廃墟女子です、ね、これ2人前だって。これ2人前って福岡やったら多分4人前ぐらいだね。4人ぐらいと思う。え、
これでいくらなの？安いっちゃう？絶対安いと思う。多分絶対安いよ。本当？うん。福岡だったら多分もう。これ福岡やったら中洲やったらね。4、5千円ぐらい取られるよ。うん、すごいね。ちょっと新鮮な対馬のお魚をぜひ召し上がってください。3月31日まで旅の輪九州で行く1万円ポッキリ対馬企画。え、31日まであったっけ？今月。あります。ありますね。31日までに福岡に戻ってくれば大丈夫。往復航空券、宿泊、朝ごはん、お土産までついて1万円ですよ。ホテル良かったね。意外に。ホテルね、意外にってあのだってほら、やったらね、あのホテルどんなんかなと思うけど、めちゃくちゃ良かったよ。なんかオーナーもいい人やったしね。うん、これ一番ポッキリ企画はね、絶対ね、絶対お得ね。そうそうそう、本当にぜひご参加くださいませ。対馬の寒い夜ね、西海はここともちゃんの後の店、町の明かり、まあ、すごいね、たくさんカラオケのお店がありますね。みちおママ、あの人にとね、川田さん、アナウンサーの川田さん、ふー黒髪が素敵な、ね、お店も結構いろんなお客様、ね、おじさま方でいいと思います。にぎわってますね。対馬に来たらね、町の明かり、町の明かりってなんかあったね、石田ゆみかなんかの歌やったっけ、坂井正明、ちょっと時代の状況が昭和世代だからですね。町の明かりって言ったから、お店の名前が町の火だ、火が好きなわけじゃないの。